こんばんは。今日は6時。イエーイ、おはようございます。やっほー。こんばんは、こんばんや、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ハロー、こんばんは。わっしょーい。こんばんは、こんばんは。やっほー。こんばんねっちょり。すごい。こんばんは。ごきげんいかが、グッド。今日もグッドでございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。椅子のね、そうそうそう、上になった。ちょっと明日はもう緊張しすぎてお腹痛くなってきた、今から。今からなっててどうするねんっていう感じなんですけど。こんばんは。ありがとうございます。明日も誕生日です。こんばんは。じゃあちょっとまるまる連れてきますね。安心、安心するから。そうそうです。15歳最後の夜。そうですよ。楽しみましょう。やほまる。あ、そうですね、今日ちょっとあの準備とかもあったので今日は1時間だけです。お、こんばんは。誕生日明日です。今日誕生日です。お祝いしてください。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、あ、そうなんですよ。そう、そのことも今日お話ししなきゃなと思ってるんですけど、あのいつもね、あのこのコメントを読むときにあのお名前をね呼ばせていただいてから読んでたりとかしたんですけど、ちょっとね、場にふさわしくない、場にふさわしくないコメントとかがあったりとかね、ちょっと運営さんからそうお名前の呼ぶのはあの今できないので、ダメです、ダメです、あの読まないようにしてくださいというふうに、はい、来てるので、お名前をお呼びできません。お名前をお呼びできません。失礼いたしました。いい、あのはい、本当にでもね、心の中で。なんかカノンは結構読むのがすごく、何、結構やってくスタイル、読んでくスタイルだったのでちょっと寂しいんですけど、あ、皆さんカウントありがとうございます。熱狂り、クローバーもありがとうございます。了解でござる。ありがとうでござる。大変だ、本当ですね。はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。カウント50ネットリありがとうございます。50カウント完了ありがとうございます。よし、ありがとうございます。でね、だから明日のあの生誕祭、あ、自分でやろうと思ってるんですけど、コンコン、生誕祭をちょっとねお呼びできないんですけど、カノンの名前いっぱいコールしてください。こんばんは。うんうん、そうなので、今日はちょっと明日のことをね、そうそう、明日も楽しみ、ありがとうございます。明日のことをね、ちょっとだけ、ちょっとだけお話しようかなって、本当に大雑把な感じでお話しようかなって。こんばんは、おっと。こんばんは。コメントだけで十分じゃ、ありがとうございます。
人公演配信の朝にリハーサル配信してて、お本当ですか、どうしようかな。でもあ、じゃあまず時間を言いますね。こんばんにゃ、やっほー。はい、お時間はもう決めてて、17時からやろうと思ってます。17時から16歳になるので22時までやろうとお願いします。お願いじゃない、思います。ご実家のありがとうございます。そう、なんか癖で呼んじゃいそうだよね。時間、そうです、明日の17時から22時、朝4時起きた。頑張ってください、見に来てほしいです。大事なところで噛んだ、あ、噛んだ、大事、ありがとうございます。ロングラン、なのでね、ちょっと今のところっていうか朝の配信は考えてないです。途中から参加します、ありがとうございます。こんばんは、50ねっとり管理ありがとうございます。お腹がね、そうそうそう、ロング配信なのでね、やっぱお腹も鳴っちゃうかもしれないんですけど、でもちょっとね、ケーキとかも食べたいなって思うから、そう、もうワクワクが止まりませんね。もうワクワクと不安とがもう大変なことになってます。もう慣れた。ぴょーん、大変だ。おんぱ、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ご実家のありがとうございます。休憩時間だけ参加します。お疲れ様です、お疲れ様です。夜食が必要になるレベル。夜食また来ました。そう、あ、お誕生日はね、あれです、明日お誕生日、生誕祭やります。今日誕生日お祝いしてもらったから、明日も絶対見る。ありがとうございます、ありがとうございます。見えますか、よかったです。阿部ちゃんさん、おんぷいっぱいありがとう。飲んじゃった。もう癖治らない、治らない、治さないと、気をつけます。はい、ありがとうございます。かぶりつきますよ、かぶりつきますよ。食べ物準備しておこう。そうですね、それがいいと思います。元気に、はい、頑張ります。元気いっぱいでちょっと走り抜けようかなと思います。走り抜ける、なんて言うんだろうね。そう、頑張ります。うんうんうん、画面元気か、あ、それは全然無理はしてないですよ。こんばんは。そうそうそう、儀式みたいな感じで、いつからなんだろうな。でもなんかもう物心ついた時にはやってたぐらいのレベルなんで。こんばんは。ね、なかなかね、なかなかね、ちょっと切り替えが難しい、気をつけなきゃ。顔から。こんなにはいけません、言われません、気をつけます。チキン食べて一人パーティー中です。あ、そうなんですか。休憩もちゃんとして、はい、します。こう、あ、歌って踊って汗だく公演の時もちゃんと、もう考えてるんですけど、何、セットリストみたいなの、休憩っていうかね、ちゃんと取れるように入れております。前夜祭するんでピザ頼みました。お、顔文字が面白い。こんばんは、ピンチはチャンス、チャンスもピンチ、え。バラの花ありがとうございます。鼻からケーキ。お、アイスいいですね。ねっとり休憩、お手紙書きたい気分です。ありがとうございます。ケーキ予約してきましたか。
そう、めちゃくちゃ楽しみ。カノンも楽しみです。そうですね、 MC も頑張りたいですね。やっぱ公演なんで。お手紙期待されてますよ、すぬちゃん。すぬちゃん、おめでとうございます。そうで、なんかブログにちょっと書いたんですけど、カノンの歴史を振り返るみたいなの、あれでは、そう、あのアルバムをちょっと見ながら自分でやるんですけど、振り返ってみようかなって思ってます。はじめまして、最近渚のイメージ大好きです。ありがとうございます。本当に嬉しいです。いっぱい聞いてください。カノも大好きです。そう、渚のイメージ大好き。顔真っ白だったら爆笑する。そこでね、そこのタイミングで来るこんばんは。そうですか、どのメンバーさんも一応ね、あの初めてなんでね初めてなんでね、もうドキドキすぎますね。いいね、こんばんは、こんばんは、楽しみや。セミカノン見れます、見れる予定です。そう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 、かわいいね。ありがとうございます。名前書いちゃう、こちらからね、お呼びすることはできないんです。スヌママ、スヌママも手紙くれるかないや、お祝いもしてくれるかもだけど、もうそんなことあったらもうちょっと、なんていうの、そういう場面に慣れてなくて笑っちゃうかもしれんそう、それは失礼ですよね、笑っちゃうからね。奈良くん、あ、ちょっと今日練習、あの本当に気をつけますね。ありがとうございますダメだこりゃ。前夜祭は前夜祭ですか。前夜祭、オレンジなんですか。オレンジと結論付けましたか。了解ですこんばんは。前夜祭、ハローハンカチ準備しておきます。そんなそんな感動的になっちゃうかな。ファミリーにも仮面かぶせて出てもらいましょう。それもみんなスヌーピーじゃないですか、ごめんケーキの生クリームもボンドにすり替えておくか。やめてください。もうそんなことがあったらもう困っちゃいますよ。難しいです。はい、お呼びできないです。団長のランキングもでもちゃんとあの見ます。そう、お呼びできないけど、で皆さんにありがとうございますって最後に伝えたいなって思います。いただきました、始まってた、ありがとうございます。こんばんは。ポーズどういうことポーズ、ショールームでの生誕祭はすでにプラン B かもしれないけど、プラン C は、プラン C どういうことですか。
クリームが歯磨き粉だったらどうします？嫌だ、嫌です、ヒリヒリしそうですね。なんか昔、なんだろうな、レッスンを受け、レッスン、演技のレッスンの時に朝寝ぼけて歯磨きをしたら、それが歯磨き粉じゃなくて間違えて洗顔だった時のリアクションをやってみましょうっていう時があって、そう、面白かったですしょぼんでしてる、しょぼんでしてるかも。涙袋に涙溜めておきますね気にせんでいいよ。16歳になるってどんな感じ？どんな感じ？どんな感じだろう。全然まだ実感がないですね。そうですね。でもやっぱ高校生になるというのが一番大きいのかな。うん。どんな感じだろう。なってみないとわかんないですね。うん。うんうん。クラッカーありがとうございます。クラッカー、そう、なんかお部屋も飾り付けしたいなと考えていて、そう、今いっぱいいっぱい準備中なんです。いろいろ、そう、いっぱい準備してて、だからいつもより華やかなになると思いますポーズ、36日ありがとうございます。わ、はい、50個の会でありがとうございます。あ、そこかそこか、頑張る、嫉妬してますか。36日連続ありがとうございます。ワクワクしかない？ドキドキもありますよ、ドキドキも。バイクの免、あ、そういうことね。バイクの免許取れない。おう、うん、うん、うん。バイクか。JK の沢田とかのになるのか。高校生なの。もっとね、もっとね、大人かと思ってた、沢田とかの。いいね。ミラーボール。つけないよ、ミラーボールつけない、期待してます。ワクワクすると、足音たくさん聞けそう、そう思う。明日はオラマルもおめかししたりして、どうでしょうね。まだね、内緒です。こんばんは、ガオマル、ガオマルも連れてこうかな。よいしょ、どん、よし。あ、バラのお花ありがとうございます。そうなんですよ、3日前ぐらいからお誕生日しよう。いいですね、風船とか。ビーバーステイって書いてある、すごいカラフル。こんばんは、沢田とかの、沢田とかの、沢田とかの、いや、おじいさんではないでしょ。おじさんでもないけど30代ぐらいかと思っとった30代ぐらいかと思っとった。ドレスコードですか？ドレスコード、ドレスコードってあれですよね。まずカノンの衣装いろいろ考えてて、あ、もしね、あのお家に
の生誕祭 T シャツがあるよって方はぜひ着てくださいこんばんは。365日の紙飛行機歌ったのは365日連続配信を目指しているサインですね。そうなんですが顔丸顔丸。スイート16バランス仕様になると予想どんな予想どんな予想。さあ、オラマル、はい、ゴーマル、はい、全力ブロマルですか。どうでしょうどうでしょうどうでしょうね。でもあれです、ガオマルもオラマルもブラマルもお部屋にはいます。払い違いかなそうなんです、明日お誕生日なんです。お笑いだな、ね、世代バラン着用買うの忘れてた。いいちょっと間違えたかも。ありがとうございます。そう、生誕祭 T シャツ一緒に寝ます。オラマル、オラマルがガオマルを枕にして寝る。楽しみ、ありがとうございます。カノも楽しみです。楽しみ楽しみ。よし、そう、今日はちょっとなんかあんまりね、この配信用に準備ができてないんでね、お話をしたいなって思いますはい、そう、本当に明日もうどうしよう、どうしようどうしよう。スピーチね、そう、スピーチもちょっとやっぱ伝えたいことはいっぱいあるから、いろんな方に期待しよっかな。そう、うまくまとまらない気がするお話し曜日、お、おかえりなさい、おかえりなさい。寸劇、お手紙ね、読んでください。何時開始ですか。17時です。ある程度決めてあります、構成。うん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 、お腹鳴ってきた、なんかお腹鳴ってきたよ。グーグー言ってる今日は。ネタ切れにならない程度にね。確かに確かに、そう、10期のあの、まあね、いろいろみんなそれぞれねあると思うんで、あのみんな集まれるかわかんないんですけど、そう、10期もそうお電話で配信に参加予定なので、ハンカチ準備しておきます。みおちゃん、お腹鳴ってる、今日すごい鳴ってる、どうしよう。そう、長いことするんです。リスのお二人ですか、様子を見て、まだ決まってないです。そこは5時間か、女優かのはどうしようかな。うんうんうん、大遅刻だ、いえいえ、こんばんは。 BGM、 あ、流そっかな。
こだ。よし。いきなり卒業発表とかせんといてよ。しませんよ。しませんよ。まだまだ卒業しませんよ。聞こえてますよ。そう。今日お腹もね。元気なんだね。冷やし中華食べた。いいですね。冷やし中華大好きです。いや何でも大好きだけど、やっぱね暑い時はそうめんとか冷やし中華ですよね。残念にならない。電話でドキ。そう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 、スピーチですか。そうですね。あ、でもお電話はあのジュキとのお電話はあのミレイちゃんとかアナンちゃんがもしもう言ってたかな、そう来てくれる予定なんですけど、あのはまず今のところ来てくれる予定なんですけど、あのね年齢でね、あの8時以降はね配信にあれだから参加ねできないから、そうそれより前にやって、だからどれくらいだろうな、その後からあの歌って踊って汗だく公演をやろうという予定でいるので、その後ですかね。だからだいぶ最後の方になると思います。ラーメン食べたよ。ラーメンなんですね今日。トラブルあってこその人生。お腹の音にかぶせよう。ごまかしましょう。ごまかしますねこれは。もうお腹が鳴ってしょうがない。サラサラだね。そんなことないですよ。明日はどういう髪型にしようかな。はいはい。そうそうそう、お腹ね。最長記録は20分超え。なんかねうまく言葉にできるかが心配ですね。そうネタがつきたら数年いつでどうにかする。いや明日はねいろいろやりたいんですよ。もちろん数年いつさんにもすずちゃんにもお手伝いしてもらうこともありますけど、結構ねいろいろ考えてるんで。トリオふむふむ。そうあと4時間30分で16歳。あの何時に生まれたんだったっけな。オッケーなんですか声だけ。でも結構その他の予定とかも考えてるから時間は変わらないかなって感じです。カノンはそう明日で、明日になったら16歳になったってことで、あれですね10時までできます。22時。こんばんは。うんうんうん、いえいえありがとうございます。そうドキュメンタリーありがとうございます。ごまだれ派塩だれ派どっちなんだろう、あれどっちなんだろうな。どっちもです。くしゃみが6回連続で出て鼻が痛い。 あらら、そうなんですね。6回って多いですね。カノンはあんま続かない人なんですけど、スヌパパは結構続く人です。20年前には来るようにします。ありがとうございます。
応ね17時から待っております。なるほどね、それはもうとても良いですね。名前呼べなくてごめんね。あそうなんですよ、お名前呼べ、じゃあちょくちょく行ってきますね。ルーのところでグーってかぶせれば OK どうやって聞こえないように。おつです。明日はね注意連続なのか、そんな食べてばっかりではないかなケーキが楽しみです。ケーキが超盛りだくさん、楽しませてもらえてありがとうございます。お名前ね、まるまるさんも元気まる、元気元気。ちょっとね、みんな連れてくると大変なことになっちゃう、誰かが落ちるかもしれないから。日だから今日は2人、じゃあコーヒーと粘土を準備して、粘土粘土うんうん、ありがとうございます。おっとな、そうおっとななんですよ、ちょっと遅くまでできるからね。そう、今まで8時までだと見れなかったっていう方もいるかもしれないから、そう新しい方とも会えたらなって。ハッシュタグかのんちゃん16歳おめでとうってツイートした、ありがとうございます。もう本当にそんな嬉しすぎます、嬉しすぎます。明日朝だけドタバタでちゃんと準備しとかなきゃね。かのんちゃんがこの中で名前呼んだからくしゃみが出たんだ噂みたいな感じ。そうですね、でもなんかちょっと慣れなくてコメントも読むだけになっちゃうブレなんて、いい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 、もう見に来てくださるだけでもありがたいです、ありがたいありがたい。何のケーキが好き、そうですね、なんかいろんなのが好きです。でも明日はもう決まってます、ケーキをしておきますね。ありがとうございます、一緒に食べましょう。どう、それでかのんちゃんが決めて、えかのんが決めるんですか、もう本当にあのどんな形でも嬉しいですよどうやってまとめたらいいんだろうね、これは。どんな形でも嬉しく読ませていただきますはい、でも沢田かのんって書いてあるとあのかのんが見つけやすいです。はい、そう、ケーキにかぶりつくの何でも好きなんですよ、甘いものだったら何でも好き。ティラミス、おお、ティラミスもこ、明日は誕生日、そうです、誕生日、うんうんうん。あ、じゃあ何をしておけばいい、あの盛り上がる気合を準備しておいてください。カノンも明日の歌って踊って汗だく公演ではもうめちゃくちゃ盛り上がりたいなと思っているので、皆さん盛り上がる元気とパワーを持ってきてください。そう今日はね、ケーキとか食べるんで食べるものも用意しておいてください、一緒に食べましょう胸キュンすか、できないよもう。では帰ってきた、おかえりなさい。
ちょっとお茶飲もう。ん？ファッションフォーユー。どうなんでしょう。あ、誕生日プレゼントはですね、あれなんですよ。あのこの前ヘッドセットをあのスヌパパにね用意していただいたんですけど、カノンがどうしてもワイヤレスのマイクが欲しくてですね、それをおねだりしたので。今回のお誕生日はそう、それヘッドセットとワイヤレスのマイクでこの歌って踊って汗だく公演がもう完璧にできるような感じのはい、環境をね、まず環境のそう準備が整いました。それがやっぱりお誕生日プレゼントになりました。そうですよ、明日は沢田家流で晩は。トレンドに笑ってる。そんな、どうしよう、どうしよう。どうしよっかな。じゃあやっこちゃんおめでとうが嬉しいです。やっこちゃんお誕生日おめでとう、嬉しいです。でもあれですね、沢田かのんって入ってると見つけやすいんで、それも入れてくださるとなお嬉しいです。今欲しいものは何？なんかそうですね、やっぱり服が買いに行きたいんですけど、今は行けないんですよね。そう、行けないから感じです。ハートありがとうございます。でもやっぱりねっとりが好き。ねっとり系のラチェルケーキでも買っちゃうかが。ハートやっこ投げてありがとうございます。受け取ります。音符ありがとうございます。音符盛り上がりすぎてショールームが直しないか心配だって。イエーイ。お、音符音符サイリウム用意します。ありがとうございます。振ってください。サイリウムカラーは紫白ピンクです。紫白ピンクです。被ることもあります。できてますか？できてますか？カノンもめちゃくちゃできてます。椅子だね。サーナカノン生誕祭をつけてツイートします。ありがとうございます。まるまるの意味。アップルパイ焼きます。ありがとうございます。アップルパイ最近食べれてないな。準備完了、ありがとうございます。紫白ピンクです。ありがとうございます。金券おっと、いやいや、もう本当にねワイヤレスのマイクが欲しかったんですよ。そう、完璧やね。そう、本当にね、こちらこそ。マシマシだね。そうなんですよ、やっぱり今ヘ
ヘッドセットとあのコードがある方ね、有線しかなかったんで、回るとき本当にもう引っかかりそうになってたんで、ちょっと楽しみすぎます。カノは、いえいえ、ヘッドセットをお腹に、やばいやば、それはやばい、そんなことしたらもう響き渡っちゃう、世界中に響き渡りますよ。合格のお祝いでお願いしたい。お、お祝いでお願いしたい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ヘッコちゃんお誕生日おめでとう、ありがとうございます、お願いします。なるほどね、手紙、うんうんうん、そう、欲しかった、完璧、ピザ届いた、イエーイイエーイヘッコちゃんお誕生日、そう、お誕生日、ヘッコちゃんお誕生日おめでとう、お願いします。よかったら、誕生日プレゼントはね、とろーりヨーグルト、そうですね、 Wi-Fi さんも移動、あ、そうですね、 Wi-Fi も行ける予定なんで。何色が好きですか？紫、新、ピンク、白、了解ですどうしよう、恥ずかしいですね。入った、そう、そろそろ言うかな、そう、お名前お呼びできません、しばらくの間、自分で言うのも恥ずかしいですが、よかったらツイートお願いしますやります、ありがとうございます、充電しておかなきゃ、ありがとうございます、押さえてますね、安心、すーちゃんの姉16歳、そうなんです、よくマイク持って回ってたんです、そう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 、よかったよかった、こんばんは、こんばんは、そうですね、たくさんの人が来てくれると嬉しいです、嬉しいです。あ、トコさんありがとうございます。何お疲れ様、ラジオネーム恋するすぎちゃんかと決めたけです、ありがとうございます、ハートありがとうございます。キャン限定ハーゲンダッツ100個とかもういいこんなこと言ったら怒られちゃうかもだけどね、ハーゲンだったらもうしばらくいいかな。僕もフライングしてお誕生日、お誕生日おめでとうございます、はい、ちゃんとカラオケ申請してあります。お、コンコン、順番は決まってないです、でもよくブログに書くときは紫、白、ピンクって書いてます。少しでした。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。入れてください。ありがとうございます。紫星投げます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ピザうまうま、よかったですね。今日は早く寝て準備します。ありがとうございます。準備お願いします。足投げ50カウント完了。何の話よね。カウントありがとうございます。すみちゃんの生誕祭ですか。すみちゃんの生誕祭は考えてないですよ。まだ昼寝して起きたらこの時間でした。へっそうなんですか。おはようございます。明日頑張ります。ピノイ8個チャレンジで無理多分ね、歌って踊って汗だく公演をやったらね、やる前だとねお腹痛くなっちゃう。紫星99個投げてありがとうございます。ありがとうございます。全部食べたの。うん、まだカレー食べ放題。確かにすなちゃん喜ぶ、喜びますね。そう、すなちゃんの手紙はねあれなんですけど、あれですね、すなパパとかすなママの手紙は本当のせい、あのね本当の生誕祭でやりたい。どういうことかな。うん、あれですね、なんかキャッチコピー明日あの公演風にやるんですけど、まだキャッチコピーはやっぱりね、皆さんと劇場であの会えた時にやりたいなと思うんではい、もしね生誕祭がやれたら その時にね、生誕祭が最初かな、やっぱ劇場で皆さんとキャッチコピーやりたいなと思うので、明日はまだやりません。紫白ピンクの順で指に差し込み、ん？挟みますね。ありがとうございます。なぜあかんかっていうと、あれですね、なんかうん、あれです、あの運営さんから今止められてるんですけど、あのなんて言うんですか、このふさわしくない、ね、コメントとかがそうあったっていうので、ね、本当はとってもとってもお名前お呼び、そうカノンはいつも読むスタイルでだからしたいんですけど、しばらくできません。送ります。ありがとうございます。お腹に良くない。そう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 なんです。カノンはやっこです。エントリーナンバーがオーディションの時にこのそうショールームで85番だったので、あのやっこにしたんでお願いします本当は劇場でやりたかった。うーん、ありがとうございます。渋滞しそう。確かに運営さん現地で見たいの。ありがとうございます。ハートありがとうございます。そうなんですよ、予約1個、ありがとうございますいただきますね、冷ややっこ。そうそうそう、みおちゃんね書いてくれたみたいで嬉しいですね。待っております。みおちゃん、かのんちゃんの雰囲気は変わらないよね。ありがとうございます。劇場絶対見に行く。ありがとうございます。明日は17時から22時までやります。そうな劇場やうんうんうん、そうです。皆さんぜひ来てください。お願いします。コーヒーは今日は飲んでないです。今日はねもうね準備あね明日のね準備しててね、コーヒーは入れてられなかった。
関西公演の当選通知が来ません。皆さんみんな来てください。もういっぱいの方来ていただきたいです。来てください。そうだ、そうそう、22時までですよ。あったな。ありがとうございます。そう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 、また思い出に残る日にしようね。はい、頑張ります。緊張もあるから本当に寝れなくなるかも。寝てください。寝てください。おめでとう、ありがとうございます。明日もそのお言葉待ってます。スペシャルブレンドのコーヒー出てきそう。そうなんですよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。僕の一弁当招待します。ほ、大丈夫ですか、大丈夫ですか。ドキから見に行きます。はい、そうリモートなんでね、皆さんと皆さんに見ていただきます。そう明日頑張ります。こんばんは。そうですね、皆さんに今のところお任せしてるんですけれど、明日はとりあえずカノンでもいいし、あのまあ明日は自由に呼んでいただけたらなと思います。そうですね、その辺もねまだわかんないです。ありがとうございます。もうと緊張ですよ明日。みんなで頑張りましょう、コロナ乗り切りましょう。お、やった、待ってます。あー、だるまさんありがとうございます。楽しみですな。ピザ食べてる。変身になったままにお祝い変身しておきます。ありがとうございます、ありがとうございます。待っております。55分、56分ですね。もうあー、だるまさんありがとうございます。何着だろう、わかんないです。はい、よし、じゃあじゃあ今日はランキングお名前読めないので静かに読みます。ありがとうございます皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます。特徴とか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。13位か、どうよ、なんかね、でもね、やっぱ伝えたいんですよね、この感謝を、感謝を伝えたい。どうしよう、あ、じゃあってこう読んだ風ね。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。どういう呼び方、もう名前読まないと何位まで行ったか分かんなくなっちゃった。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。
8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。そして3位ありがとうございます。そしてそして2位ありがとうございます。そしてそしてそして1位ドゥルルルルルルルでありがとうございます。新しいね、いいね。ありがとうございます。新感覚だね。聞こえましたよね皆さん、自分のお名前がね。では明日カノン頑張るので皆さんまた今夜ね、またね。聞こえました、聞こえましたよね。ありがとうございました。またね、またね、おやすみなさい。またね、ありがとうございます。またね、頑張ります。明日頑張ります。